では今日は患者様の声ということでありがとうございます。よろしくお願いします。ではまずこちらの治療院の吉田宮の森店にご来店されるまでどんなお悩みがありましたか？仕事柄やっぱり重たいものを持って階段とか上るようにするので、うん、やっぱり足のむくみとかあと腰痛とあとやっぱり疲れやすかったですね。うんうん、じゃあその辛かった症状に対して今までどんなことをされてきましたか？やっぱり簡単にできるのは湿布なので、うん、湿布貼ったりぐらいですかね。うんうん、その結果はどうでしたか？湿布貼ってみて、湿布貼った時はやっぱりスースーするので、うん、なんとなく効いてる感じはしますけど、でも次の日になるとやっぱりそうでもないので、その貼った時ぐらいですかね。あ、そうですね。はい。そしたらこちらの治療院に来ていただいて問診とかカウンセリングとか施術はいかがでしたか？やっぱりその治療してる間もその痛いところどうですかって聞いてくださって、その都度その都度、まあ、聞いてくださって、で私も痛いところとかも言ってそうですね、お話ししながらでもその治療してくださるのでとても精神的にも楽だったですし、今まではやっぱり湿布でごまかしてたのが、治療していただいてやっぱり実際していただいた時はすごい体も楽になりましたし、もちろん腰も痛かったのが痛みも取れましたし、よかったです。よかったなと思ってます。はい、ありがとうございます。他に整体院さんとか整骨院さんとか病院さんって行かれたことありますか？他は近所の整骨院には行ってたんですけど、行っててもやっぱり、そこは電気だけだったので、針とかはなかったので、通ってても、ぎっくり腰になったとかこととかあったんですよ。だから多分あんまり聞いてないと思うんですよ。ここに来て初めて針とかしていただいたので、やっぱり全然違うなって思いましたね。ありがとうございます。じゃあ最後に同じような、症状で悩んでいる方に向けて何かメッセージがありましたらぜひお願いします。そうですね、だからやっぱり、周りの方でもいろんな整骨院行ってても全然効き目ないっていうか、病院行ってもやっぱりその湿布だけとか休みましょうで終わってしまうので、ここの治療院さんに関しては本当にその根本的な痛みとかを治してくださるので、お友達の皆さんにはぜひ紹介したいなと思ってます。ありがとうございます。本日はどうもありがとうございました。こちらこそすいません、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。